いやもう最悪。ちょっと調子の最初の膝行ってこれが当たって聞いたんで、ちょっと無理に行ったっすね。冷静さを失ったっす。全然もう頭が抜けてたっす、あの右、うん、聞いた。気持ちよくさせすぎちゃったなって思いました。やっぱゴミさんの試合になっちゃったんでね、正直。漏れ伝わってきた、はい、さんの試合後の言葉が、はい、これ寝技ありなんて聞いてねえし、うん、って言ったと、ね、そういうね、もうみんな大爆笑。なるほどね。聞いてたから あのキスです。悔しい。いやもうあとはこう踏んじゃうと思ったんだよ。だあ、やっぱり壮絶に打たれて負ければもう十分だし、引退っていう気持ちになるんですけどね。うん、次が多分50試合目なんですかね。うん、やっぱ勝って終わりたいっていうのありますね。勝ったような気分でしたけどね。ちょっと2位行ってたら本当に聞いた。いやー、初めてこんな聞いたっす俺。当たり前だよバカ野郎。足で右重くさば見ろ。2ラウンド行きたかったね。いい記憶にします。先生ありがとうございました。またやろうか、ね、お疲れ。ありがとう。飲みてください。飲みなら負けないよ。いや嬉しかったっす。なんかその一員になれたわけじゃないですけど、プライド出たわけじゃないし、でもその大好きだったね、プライドの雰囲気を感じれたなんて言ってもらえて嬉しいじゃないですか。あ、これがちょっとだけどあの感じなんだみたいな。もし俺があそこに立ってたらこういう空気感だったろうだろうなみたいのを、プライドの魂というか空気みたいのをこうライジン格闘技界にもなんか受け継いでいきたいというか、そういう思いはあるっすね。ごめんね、ツンデレで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、あっこで握手とかしちゃったらこの緊張感絶対なんないから。そうですよね。うん。いやでも向き合っただけでけえなと思った。飲み屋になっちゃった。